ユカイリゾート彩り町楽ユカイリゾート株式会社は、西日本を中心に格安ホテルや温泉旅館を運営する企業である。カラオケ店チェーン、ジャンボカラオケ広場などを経営する東愛産業の関連会社だったが、2019年5月末に同社が保有する全株式が投資会社に売却され、グループから離脱した。廃業したり競売にかけられたりしている宿泊施設を、 買収して再生させる手法を用いて規模を拡大している。2003年に設立。食事をバイキング形式にするなどの低価格戦略で展開し、2019年時点で南紀白浜温泉、南紀勝浦温泉などに計29店舗を展開している。宿泊料金は各施設バイキングタイププレミアムタイプ、懐石タイプにそれぞれで設定があり、宿泊人数、 宿泊日によっても料金が変わってくる。大阪、神戸、京都、名古屋などから各地のホテルへ有料や無料の送迎バスを運行している。2016年4月1日運行分から年末年始、旧本ゴールデンウィーク期間中は運休となっている。カラオケ歌広場を運営するクリアックス・スタディによる伊藤園ホテルグループとは その手法等を共有しており、料金体系やサービスもほぼ同一であり、両社のウェブサイトにリンクがある。2003年9月から2014年3月まで、近畿地方及び北陸地方を中心に、テレビ CM の放送をしていたが2019年5月より、イメージキャラクターとして、ダイヤモンドユカイが起用した新テレビ CM を中部地方から九州、 沖縄地方にかけて放送することが決定した。2019年5月31日に東アイ産業がゆかいリゾート社の全株式を日本企業成長投資に売却しジャンボカラオケ広場グループから離脱。現在の運営施設の詳細は公式サイトを参照。車事は過去に運行したバス会社である。富山。 金沢発着名古屋発議関西地区発着九州地区発着。ありがとうございます。